さて、今度はウラジミール・コチンです。同僚ソビエト。今年はチェコのヨゼフ・サボフチックが膝の手術で、欠場ということで、もう優勝はこの2人に絞られました。このオープニングの技が大変に緊張して大きい技に入っていくんですけども、どういうわけかこういうハプニングがありました。トリプルアクセルの予定だと思うんですけども、当ちょっ然とそうでしょうこうね。気合がね入りすぎちゃって。この女は精神力の強さ、失敗した後はトリプルルッツジャンプ、鮮全やかなにトリ決プルめジます。ャンプです。ちょっと今のは抜けましたけども、身長は175センチはそれほど大柄な選手ではないんですが、パディエフの後に滑りますと相当大きく見えますね。そしてパディエフがややこう少年の面影を残しているという感じに比べて、非常にこう大人のムードを漂わせる個人の演技ですね。意外にスムーズなこう大人のムードを持ってるスケーティングをしてるっていうか、良さそうですね。はい。これトリプルフリップ。これは綺麗に決めました。金を蓄えているせいもありまして、まあ何か貴族の風貌という感じです。はい。私はとても好きですね、この人のスケーティング、ジャンプの質。なんか昔のロビン・カズンズをちょっと思い出すような雰囲気を持ってますね。何かこう表現できない奥の部分での広がりというのを感じさせますね。あ、そうですね。これも鮮やかです。後半の部分に来て大技を入れているというのはこの人独特かもわかりませんね。このスピンもこの人独特のスピンです。ジャンプだけではなくて、こういう踊る部分も非常に上手ですね。はい。個人のフリーの演技、エンディングに近づいてきます。ね、大変にあのオープニングのトリプルアクセルの失敗さえないけれども、完璧ノーミスの演技でしたね。風格と気品を感じさせる
ブラジミール・コチンの演技、何か堂々たる雰囲気でフィニッシュしたという感じですね。しかし、これだけの演技を持っていて、なおかつヨーロッパ選手権ではまだ一度も優勝できてないんですからね。そうですね。この人のジャンプは本当にこう豪快という感じがいたします。大人のムード、気品のある重厚な演技を見せてくれました、このブラジミール・コチン。今ちらっと映りましたけれども、コーチのエレナ・チャイコフスカヤさんですね。そうですね、はい。結局優勝はアレキサンドル・ファディエフ。ブラジミール・コチンは第2位となりました。3本ソビエトの国旗が上がります。はい、ご覧のように上位3位までをソビエト勢が独占しましたが、3月の世界選手権では世界チャンピオン、どうなりますかね。そうですね、昨年度はボイカノーでしたから、また地元アメリカでってことで大変に素晴らしい演技が期待できると思います。3月の世界選手権が楽しみです。